1977年の四幌駅と、周囲約500メートル範囲。上が、ぬかびら方面。相対式2面2線と外側に、貨物用副本線、駅舎横の切り欠き上貨物ホームに引き込み線があり、右上の青い大きな屋根の農協倉庫へ、本線北側から分岐した専用線が引き込まれている。駅裏のストックヤードには、パルプ材が望みされている。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成しほろ駅はかつて北海道加藤郡しほろ町あざしほろ西2000に設置されていた日本国有鉄道しほろ線の駅である。連邦略号は白。1987年3月23日、同線の廃止に伴い廃駅となった。廃止時点で 相対式ホーム二面二線と複数の側線を有する地上駅であった。駅舎は下り線ホーム側にあった。また、駅の周辺にある、シホロ農協の施設への専用線が二本分岐していた。アイヌ語のシューオルペツから。伝説によれば、昔この地に忍び込んだ盗賊が村人に見とがめられ、鍋を水につけたままで逃げたからという。現在は、シホロ交通公園となっており、 駅舎、二面二線のホーム及び、当駅、中四幌駅の駅名表、車掌車、貨車が展示されている。駅舎は常時施錠されており、内部の見学には、四幌町役場への連絡が必要である。ありがとうございます。